これでよし、最後の大仕事になったわね。これがどれほど危険なものか、お前に分からぬ道理はあるまい。分かっているわ。でもなればこそ、これからの旅路であの子たちには必要なものとなるでしょう。来たわ。こうもあっさり結界を破られるなんて。せめて最後にもう一度この目であなたのはにかむ笑顔が見たかったわ。カルネーゼとキャスカはここで待って。なぜここに？この館の主とは縁深き故。縁深。なやつ。
てしよう。お嬢様、あれ黒い剣士殿、急いで。でもこのままではお嬢様が。おい、あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。でもこんなんじゃひどすぎます。悲しむことはありません。私たち魔術師は、死とは終わりではなく命の在り方が変わることなのだと知っているのですから。でも日だまりの下の膝枕も、ゴーレムたちとの午後のお茶も、みんなみんななくなっちゃう。燃えてしまう。シールケ、今剣士殿を救えるのはあなただけなのですよ。わかりました。それがお嬢様の願いなら。このようなところで貴様と相まみえとはな。ゾッド殿、この者の相手お任せいただきたい。よかろう。黒い剣士、重き足を運んだ甲斐があったと。このグルンベルト鷹の壇の一武人として一騎打ちを所望する。鷹の壇だと。どの口のほざきやがる貴様。どの口で鷹の壇だと。な盾。なぜ盾は。どうしたんだガッツの兄ちゃん。貴様のごときふぬけが我らの宿敵か。どうすれば。貴様のごときふぬけが無人の誇りをかけるには見合わぬ。あの黒い剣士抵抗もせず吹き飛ばされるのみではないか。結構やられてる。どうした黒い剣士。無人にとって戦場とはすべからく聖地。七に
て知らにあるとこそ。だが貴様は戦士として我が戦鎚にて誇るにはあたわぬ。ゾット殿は運が良い。あのような強敵に巡り合い、強力な呪物です。ってもんじゃねえぜ。
今日あれ痛みをし多い剣士なのか。先ほどまでの動きとはまるで別人。だがあの剣は立っ幸いなれ南の手に亀裂が大丈夫なのかよ。風の精霊よ、我に力を。それでこそ粉砕しがいがある。俺の曲を吹き飛ばした。それが貴様の真の力か。俺の曲を吹き飛ばした。大丈夫なのかよ。幸いなれ南の より先は我が主のために、光の鷹の使徒としてお相手つかまつる。
我々では手足を補強している。以前の所有者は全身に鋼の歯を食い込ませ、全ての骨が砕け、全ての血が吹き出すまで戦い続けて絶命したと聞いています。少様、なぜです？なぜあんなものを？私、どうすれば？あなたがやるのです。お師匠様、あなたが道を示すの。力の乱流の中にいる剣士殿。わかりました、やってみます。崩れるのを防いでいたんだ。いけない、流れに委ねては。思い出して、あなたが旅する理由、今戦っている理由を。あなたには分かった。楽園の天使ガッツ、楽園の娘キャスカを守るため。キャスカ、
風の精霊よ、我に力を。Thank you.
その力存分に味わわせてもらおう。よくやりましたね、シール君。
お行きなさい。そんな、やだ、私。あなたには分かっていたはず。その時が来たのです。己の行く道を探しなさい、愛弟子よ。命はその姿を変えるだけ。あなたの夢の中でまた会えるわ。お師匠様、あなたの巣立ちに祝福を。さよなら。ここまで来れば大丈夫だろう。ガッツさん、ガッツさん、ガッツさん、ふざけんなよ。起きろ、キャスカを連れて行くんだろ。いつの間にか賑やかになっちまったな。ガッツ、ガッツ、しっかりしろ。私、ガッツさんの声が聞こえました。本当ですか？なんて言ったんだ。うるせえから眠れないって、信じられない。大丈夫そうですね。これはキャスカさん。キャスカ？はあ、け、俺は最初から心配なんかしてねえけどな。うい、やすよの。るっせ。お、受けた。少しはお堅い頭もほぐれてきたか。別に私は。そうよ、受けてるんじゃないわよ。笑いもんになってるのよ、あんたたちは。なに？やめてください、喧嘩は。よっしゃ、行くぞ、我がふるさとエルフヘルム。ダッセ、バックダウン出陣。もっとダッセ。ですから、喧嘩は。真摯の名前、こんなんあんたの声。